サツキ第80回サツキ第80回サツキ完全制覇を果たした。新型コロナウイルスの流行及び改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づいて日本国政府から発令された新型インフルエンザ等緊急事態宣言により2月以降各公営競技会再開催会場及び場外、投票券売場にて実施してきた。 無観客開催措置を本レースでも取られることとなった。このため、勝馬投票券の発売及び払い戻しは、電話、インターネット投票のみで発売。また、ウィンズ札幌、高楽園、新宿、南波梅田にて行われる予定であった金曜発売も中止。パークウィンズやウィンズ。 エクセルなど場外勝馬投票券発売所での勝馬投票券の発売も中止された。また、緊急事態宣言発令により、非常報道体制に移行した日本放送協会は、b s ワンで放送される予定だった本レースの中継を中止した。NHK が法律上最優先される番組の放送のために競馬中継を中止したのは、2011年5月1日開催の 第143回天皇賞のため以来のことである。競争馬名が、太字協調の馬は、本校の競争に出走する、競争馬であることを示す。第57回やよい賞ディープインパクト記念上位3頭が、優先出走権を獲得した。若葉ステークスアドマイアビル後、キメラベリテが、優先出走権を獲得した第69回。 スプリングステークスがロアクリーク上位3頭が優先出走権を獲得した。第60回キサラギ賞第54回共同通信ハイダーリントンホールホープフルステークス優勝コントレールアサヒハイフューチュリティステークス優勝サリオス出走可能頭数18頭のうち出馬登録されたのは19頭であった。除外、抽選対象は400万円習得した一勝馬。 アメリカンシード、ディープボンド、天ン,ンの3頭で、出走は国を争う抽選となる予定であった。しかし、里の風神が回避し、抽選が行われず、3頭出走が確定した。トライアル競争からは、弥生賞ディープインパクト記念から優勝の里のフラッグ、若葉ステークスから2着のキメラベリテ、スプリングステークスから優勝のガロアクリークと2着のベルトライゼンデが、 優先出走権を行使。GI 優勝馬は、前年の朝日杯フューチュリティステークスを制し参戦無敗のサリオスと、前年の第36回ホープフルステークスを制して最優秀2歳ボバに輝いた同じく参戦無敗のコントレールという2歳ボバ GI 王者が、どちらも前哨戦に出走せず、ぶっつけで参戦し、それぞれ初顔合わせとなった。 トライアル競争、GI 以外の重賞優勝場では、京都2歳ステークス勝利のマイラプソリ、京成敗勝利で2000無敗のクリスタルブラック、木更木賞勝利のコルテジア、共同通信敗勝利のダーリントンホール、札幌2歳ステークス勝利のブラックホール。その他、スミレステークス勝利のレクセランス、中京2歳ステークス勝利のラインベック、ダーリントンホールについで、 共同通信杯2着となったビターエンダー、オーソリティに次いで不要ステークス2着となったウィーン・カーネリアンが参戦した。回避中山競馬場では、春大ステークスが行われた4月12日に9 0ト、mm、ル13日に6 6 0ト、mm、ル14日に0 5ト、mm、ルの降水量を記録。レース前日は、 1> 第1競争から最終12競争まで雨で模様されていた。しかし、当日の船橋市は晴れのち曇りの予報で第1競争から晴れ、第11競争の札幌賞まで晴れが続いた。2020年3回目の中山競馬場開催は8日目となり、芝コースはビリコースを使用。馬場状態は三角から四角及び正面にかけて、 コース内側に痛みがあると発表。サツキショーの1週間では火曜日に芝刈り、水曜日に散水が行われた。芝の草丈は野芝が約6トルから8トル洋芝は約1 2トルから1 6トルに設定された。レース2日前の午前9時時点での眼水率はゴール前では11.1%、 第4コーナーでは12.3%を記録。レース前日は降雨により、第22回中山グランドジャンプは不良馬場で実施された。しかし翌日、芝の競争が行われた第5競争は、10、第8競争にて、やや10に回復。天候も晴れが続いて、馬場状態が良化する中、第11競争であるサツ賞は、やや10で迎えた。4月16日、 枠順が確定。競争2日前の金曜17日21時からのインターネット投票を開始。出走馬の中でも前年7月30日に死亡し、前年のリーディングサイヤーであるディープインパクトの3区がコントレール、レクセランス、里のフラッグ、ラインベックとサイトの4等。ついで絆3区がディープボンド、クリスタルブラック、キメラベリテの3等。 ハーツクライ3区が、サリオス、マイラプソディの2頭が出走。その他の出走馬の父はそれぞれ異なる。2019年の新馬戦より3区がデビューした、新種母馬は、ゴールドシップ3区のブラックホールが出走。前々年優勝のエポカ道路を出した、オルフェーブル3区からは、ビターエンダーが出走。ドリームジャーニーンクは、2016年に2着となった。 未来兵の翼以来の出走となった。単勝オッズ十倍以内は、単勝オッズ二点七倍の一番人気に押された、コントレールが一枠一番、矢作は、スタートの早い馬だから、内枠の方がいい。三点六倍の二番人気に押された佐藤のフラッグが三枠五番、国枝は、外枠の方が良かったとし、スムーズに外に出したいと話した。そして三点八倍の三番人気、 サリオスが5枠7番担当する助手はこれから調教師とジョッキーが作戦を立てるとした。この3頭で3強ムードが形成された。以下、単勝オッズ10倍台にはベルトライゼンでクリスタルブラック、ダーリントンホールの順で支持を集めた。一方、単勝オッズ3桁台は6頭で最低人気は360.9倍のディープボンドとなった。 一枠一番から出走しての勝利は、1994年のサツキ賞を勝利した、ナリタブライアン以来、26年ぶりである。さらに26年前は、ナリタブライアンサクラ・スーパー王藤野ケ剣王の、順で、1716の馬番で入選。そして今回、コントレールサリオス・ガロアクリークも、同様に、1716の馬番で入選であった。 レーティング優勝したコントレールのレーティングは120を記録。2010年代で最も高いレーティングを記録した2016年のディーマジェスティと同じ評価である。また2着のサリオスには119が与えられ、これは2015年のドゥラメンテ、二千十2019年のサートルナーリアと同じ評価である。なお馬番連勝式については JRA スーパープレミアム。 春の3歳重症バレンが適用。通常、払い戻し金に、売上げの5%相当額が上乗せして、払い戻しが行われた。札幌賞の売上げは、142億7816万7700円で、前年の123億8286万6400円と、比較し、15.3%増加となった。 レース当日の中山競馬場の挿入乗車数は0人前年のさつ賞当日に比べ5752人減少となった。発売票数は739万1429票。発売金額は7億3914万2900円となった。敵中馬番は2から15から10から8から1の組み合わせで、敵中は371票。 配当は139万4600円。サー・トルナ・アリア、福永雄一のオリーズン本レースのテレビラジオ放送の実況担当者前述の通り、NHK は緊急事態宣言発令に伴う非常報道体制移行のため放送中止。東日本大震災関連予算が盛り込まれた補正予算審議を春季大型連休返上で行ったため、ありがとうございます。